ダニー・バレンシアはアメリカ合衆国フロリダ州マイアミ出身の元プロ野球選手。ウト右ミギウチ。フロリダ州マイアミでユダヤ系アメリカ人の母とキューバから移住してきた父の下に生まれる。ミネソタツインズ時代マイアミ大学から2006年にドラフト19巡目でミネソタツインズに入団。2010年は6月3日のシアトルマリナーズ戦でメジャーデビュー。以後、 ツインズの肖像類種となる。ボストンレッドソックス時代2012年8月5日に、ジェレミー・スピネダとのトレードで、ボストンレッドソックスへ移籍。ボルチモア・オリオールズ時代2012年11月28日に、トレードで、ボルチモア・オリオールズへ移籍した。2013年12月18日に、デビッドローとのトレードで、カンザスシティロイヤルズへ移籍した。 2014年2月21日にロイヤルズと1年契約に合意した。開幕後は36試合に出場し、打率282.2本塁が11打点だった。2014年7月28日にリアム、ヘンドリックス、エリック・クラッツとのトレードでトロントブルージェイズへ移籍した。2015年は内外野のユーティリティで起用され58試合に出場。 ポジションが固定されない中、打率296.7本類が29打減、オプス0.838という好成績を記録した。左翼の守備では1失策、守備率 978DRS-3 という成績を記録した。ついで守備機会が多かった3類では DRS-3 ながら無失策と堅実だった。 他には一塁種及び右翼種を各5試合、二塁種を3試合守り、これら3ポジションでも無失策だった。8月1日にディーフとなった。オークランドアスレチックス時代2015年8月3日、ウェーバー工事を経て、オークランドアスレチックスへ移籍した。移籍後は、肖像類種として起用された。ここでは47試合でプレーし、打率は移籍前より低下して、 284だったが、11本塁打を含む22本の長打を放ち、長打率530を記録した。2チーム系では108試合でプレーし、打率290、自己ベストの18本塁打、66打点という成績を記録した。2016年は三塁手及び右翼手で、レギュラー角で使われて130試合に出場。打率 287.17本類が51打点を記録した。シアトルマリナーズ時代2016年11月12日にポール・ブラックバーンとのトレードでマリナーズへ移籍した。2017年は130試合に出場して打率。256.15本類が66打点に盗塁の成績を残した。オフの11月2日に FA となった。 2018年3月3日にオリオールズとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。3月29日にメジャー契約を結んで開幕25人枠入りした。8月10日にディーフとなり、15日に自由契約となった。ありがとうございます。